大家好，今天礼拜一天なんですけど、今天我介绍我的台湾留学生的假日一点，现在几点？留学生，对，现从现在，是早上。では、いただきます。さっきまで寝てて、今から学校の図書館に行ってるんですけど、友達に練習の字幕みたいなのを手伝ってもらいに、友達に会いに行きます。昨日ズボン買ったんですけど、それの裾上げお願いしてて、今日また取りに来たんですけど、でまたもうすぐバスに乗ってなんか家に帰ります。今現在几点で、从现在我要去健身房。最近我去健身房なんか玩的时间健邦，今天是健邦的。はい、ジースラー全身ファンで、あとな最後をやし、我想吃最後的ファン、然后洗澡後睡觉っていう感じです。で、まあ、ここからちょっと日本語になってしまうんですけど、まあ、今
あまりでもなんかそのちゃんと見せれてないとは思うんですけど、まあこんな感じのが僕の大体の休日の一日っていう感じです。結構ねやっぱねこの前もなんか友達にあなたはすごい暇じゃねみたいな感じで言われたばっかりなんですけど、まあね、毎日楽しく、僕は毎日楽しく生きれているのでいいと思います。はい、ではなあ、チンティンダインピエンサイチャリーチェスルゴニシマツガインピエンチンティンユーハンアンカーシェシェ、バイバイ。